はい、吉川です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も腰痛改善のノウハウだったりとかアイデアをお伝えしていきたいと思います。今日はですね、どこを意識してですね、あのセルフケアとかですね、生活習慣まず気をつけたらいいかなというところをお伝えしていきたいと思います。いつもお伝えしているようにですね、代謝と血流と血の質、血質ですね、この3つを意識するといいというふうに言っているんですけれども、まあじゃあ具体的にどうやってですね、どこから始めればいいのかっていうのが多分分からなくなってきてしまっていると思うんですね。内臓痛いですかって言った時に、内臓痛いっていうのはちょっとなかなか意識できなかったりとかしますし、内臓が痛いっていうふうに感じた時には、まあ、ちょっとですね、予防するには遅いという状態になってますので、まず予防の考え方っていうところをお伝えしていきたいと思うんですけれども、結構簡単でですね、循環ですね、循環をアップさせましょうねということなんですね。なんで循環アップさせるといいかっていうと、当然ですね、循環アップするっていうことは血流がアップします。はい、血流がアップすると、血液に酸素が乗って運ばれますので、当然呼吸の状態ですね、良くなっていきます。それから消化器の動きも良くなっていきます。それからホルモンも血液に乗って運ばれますので、ホルモン系の状態も良くなっていきます。というようにですね、血流がアップするっていうことは、全てに関係がありますよということになります。じゃあどこで循環をやっているのかっていうのを考えるんですけれども、この3つなんですね。肝臓、心臓、腎臓が重要になってきます。なぜ肝臓なのかっていうところなんですけれども、肝臓は三大栄養素のですね、代謝を行っております。糖質、脂質、タンパク質ですね、これを、代謝を行っている臓器になります。で、そこから心臓に送られることでですね、心臓が元気に動いてくれるですね。そうすると、心臓はポンプでですね、全身に血液を送り出しますので、心臓が元気に働いてくれるっていうことは、血液がしっかりと全身に運ばれるということになります。そして、腎臓でろ過をして、またきれいな状態にして戻していくというようなサイクルがしっかりとできるようになりますので、まずはですね、肝臓、心臓、腎臓っていう循環の機能を上げていくっていうのが、そこから先のですね、全てのこう機能が上がっていくベースになってくるというふうに考えられるんですね。なのでセルフケアもこの3つを意識してやっていただけると非常に効果が上がってくると思います。で、やっぱり最初に肝臓がこう来ておりますので、肝臓のセルフケアっていうのが最初にこうやられるといいのかなということで、まあ、以前にも紹介しましたけれども、こう右の母指、親指のですね、この水かきの部分、ここをこう押してみてちょっと痛みがあったりとかする場合は、肝臓がちょっとお疲れかなということで、なのでここグリグリこうやってもいいですし、押しながらちょっと深呼吸ですねっていう形でやると緩んできますので、そうすると、肝臓の方が調子が良くなってくる。そうするとですね、循環の機能がアップしてきますので、血流が良くなって、そして腰痛とか肩こりとかその他の痛みだったりとか、はい、
が良くなってきますし、まあ、もっと言えばですね、ホルモン系だったりとか、ちょっと消化の機能だったりとか、呼吸のね機能だったりとかにも関係していきますので、ぜひですね、まずこの肝臓のところからセルフケアを始めていただいて、なぜそこをやるのかっていうことを考えていただく。そうすると肝臓、心臓、腎臓っていうのが循環の機能として考えられるので、そこから順番にやっていくと、まず最初にセルフケア手をつけやすくなるんじゃないかなと思って、今日はですねこの考え方をお伝えしたと思いました。はい、じゃあ今日も動画をご覧いただきありがとうございます。